はいどうも皆さんこんにちは、バルカンです。今回は現在イベント開催中のアストーリーオブウォーの中でチェストイベント大賞であるアビスオブデーモンを100回周回しましたので、そのドロップ内容の報告になります。でまあチェストイベントやるときって狙うアイテムって基本3種類だと思うんですよ。1つ目がアンティアード装備ですね。2つ目がイベント期間限定のエスティ装備で、最後はプスキンですね。この3種類がまあチェストイベントの目的になりますが、今回アビスオブデーモン100周したら4つ手に入れることができました。内訳としてはエスティのミスティックオーブですね、それが2個、あとホワイトのディーブレードが1本、ペットスキンが1個入手することができました。で他の細かいアイテムなんですけど、クローバーが2個、ルートポーションが1個、シャドウが10個、ベルトが2個、インクが4個、アビスキーが1個というような内容でした。で、まあ、100回やって振り返ってみて、まず一言言いたいのが辛かった。やっぱり100周も同じダンジョンをぐる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 回ってると、もうなんか80回目とか90回目とかの時はもう頭おかしくなってくるんですよね。特にこれやってたのが昨日の12時から深夜の3時ぐらいまでの間で、もうなんかもう眠いし、もう全然アイテム落ちないし、もう80回目とか90回目はもうほんと無心で、もう無心でやってた記憶があります。でまあアイテム落ちたドロップ数なんですけど、まあメインのところが4つしか落ちてないっていう風に思っちゃってて、もうちょっとこれ100周やる前は8個か9個ぐらい、まあ、10個は言い過ぎだけど、まあ8個か9個ぐらい落ちんじゃねえかなと思ってたんですけど、全然落ちなかったですね。もともとこういう風になんか回数を決めてダンジョンを周回する機会っていうのは今までなかったので、これが確率的にいいのか悪いのかも分かんないんですけど、ちょっと僕の中のこう期待はもうちょっとこういいアイテム手に入れてやったぜみたいな、なんかそういう感じを動画で言いたかったなっていう風に思ってます。今回ダンジョン回ってる時に他のプレイヤーにもなんかアイテムどんぐらい落ちてるみたいな話聞いたんですよ。そしたら40回アビス回って全然落ちてないよとか、なんか5回回ったらホワイト2個落ちたよとか、人によっても結構バラバラでよう分からんっていうのがまあ正直なところなので、やっぱり人の発言って脚色とかもあると思うので、やっぱ自分の結果っていうのをまあ今後はね大事にしていきたいなと思いますので、まあ次回ねまた違うダンジョンを100周する機会が、まあ機会とメンタルがあれば、まあ今回の結果とまあ比較していきたいなっていうふうに思ってます。あ、でそうだ、最後にこのイベントに良かった頃、100周して良かったなって思ったことだけお話ししておきます。アビスオブデーモン結構周回が簡単な上に、デフポーションとバイタリティポーションとアタックポーションが結構入手しやすいので、これらのポーション欲しい方はもうぜひね、アビスオブでも1回あたりね1個のポーション必ず入手できるような感覚ではあったんで、まあ、ポーション欲しいなって人、特にデフとバイタリティとアタックですね、欲しい方はもうぜひね挑戦してみてはいかがでしょうかっていうことを、まあ、最後にねこの動画の締めとして、終わりにしたいと思います。というわけで、まあ、アビスデーモン100周した結果と、まあ、その感想は今以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。